今回はバッサリこのビフォアの状態からボブの長さまでカットしていきたいと思います。だいたいカットするときはある程度の長さを仮切りをして何度も切ってお客さんとディスカッションしながら最終の長さを決めていくのが僕のやり方になります。これ上を向いている理由としてはサイドを切るときにネープの毛が出ることによって戻したときに内巻きに入りやすいんですね。なのでそうしてます。で逆にバックを切るときは下を向いてもらうことによって襟足の毛が出やすくなりますので通常時に戻したときに中の毛が出なくなります。よくスマートフォン見ながらお客さんが下向いてカットすると最後に襟足が長く残ったりすることがあると思うんですがそういうのが防げます。はい、これもまだね仮切りの状態ですので、あくまでもまだディスカッションする前の段階ですね。何度も、カットしていきます。お客さんが実際にカットされてクロスを取った時にどのぐらいの長さになっているかというのがわからないので最終確認まで、切り進みます。なんで一度で決めることっていうのは基本的にしません。で、サイドに角ができますからその角の部分をつなげていきます。丸くR 状に角をつなげていきます。角が残っているとどうしてもモードな感じになりすぎてしまうので柔らかさを出すのにそうしてます。これがかなり使えるんですが前髪をリフトしながらずらして切ることによって前髪に丸さが生まれるんですね。これは横軸と縦軸を同時につなげてカットしているような感じなんでかなり時短になります。これは特殊なセニングシザーを使っていて R2 セニングっていうのをヘアリーシザーのシザーで使ってるんですがベースをカットするセニングですね。でトップはこのようにスイングさせながら切ることによってより丸さを作っていってます。一箇所に止めて切るよりも動かした方が丸さが出ます。これは枝毛カットに見えるんですが枝毛カットではなくこれは曲げたい位置を決めてるんですね。髪の毛の毛束どこから曲げていきたいのかということです。なので中に行くに従って深いところから表面の方は毛先の方に向けてという感じになりますね。下ろした時にどうしても中の方は根元付近から曲げないと曲がらなくなるので同じ位置というよりは根元側から毛先に滑らしていくような感じに中を削っています。これはヘアリーシザーのダイバルタンという特殊加工のシザーを使ってます。このように内側7割表面3割ぐらいが僕の研究してきた黄金比になります。これは前にオーバーダイレクションさせて切ることによって前から後ろに向けて包むような丸さが作れます。これは表面ですね。表面をやりすぎる方が結構多いのですがそうすると毛羽立ちが逆にひどくなってしまうのが僕の検証から分かっていて中の方を7割ぐらいやるのがベストです。まだここの段階では長さが決まってないので、はい、お客さんとディスカッションしながら長さを決めてます。さらに切ってますね。はい、大体決まりました。で、ムササビクリアコートとバームオイルというのを1対1でスタイリングするとかなりしっとりするけどサラサラな質感これが作れるんでかなりおすすめです。で実際このね、実際見せた段階でお客さんに見てもらって OK であればこの長さで OK ってことですね。これはアフターの状態で柔らかい仕上がりになってますのでお客様が自分で乾かしても内巻きになるような感じになります。前髪は結構軽めにあえてしております、はい、ふんわりするカットっていうのはやはり細かいいろいろなこだわりをですね、プラスしていくと綺麗に切れますのでやってみてください。